2015年5月3日、新華網によると、韓国の航空会社の客室乗務員が、中国人の乗客を殴ったとみられる動画がインターネット上で公開され、物議を醸している。騒動があったのは4月29日未明。韓国の武安国際空港から中国重慶市に向かおうとしていた韓国の LCC 格安航空会社 TWAY 航空9693便の機内で、中国人の高齢の乗客が客室乗務員に殴られたという。公開された映像では、どうして私を殴ったんだと話す乗客の声や周囲の人々の声で、現場が騒然としていることがわかる。客室乗務員は乗客に落ち着くように求めるが、ツアーのガイドは繰り返し客室乗務員に謝罪するように詰め寄っている。報道によると、同便の離陸がたびたび遅れた上、航空会社の対応もひどかったことが騒動の引き金になったようだ。この騒動に対する中国のネットユーザーの注目度は高く、中国版ツイッター、ウェイボーでは、韓国の客室乗務員が中国のお年寄りを殴るが、検索ワードでトップ3に入っている。寄せられたコメントは、多くがお年寄りに非があったと予想するものだ。何もないのに殴るはずはないだろう。真相がわからないとはっきりしたことは言えないけど、基本的に客室乗務員が乗客を殴るなんて信じられないね。客観的に言って、正常な状況では客室乗務員が乗客を殴ることはありえない。お年寄りが何かしたのでは。このニュースを見てパッと思い浮かんだのが、お年寄りが客室乗務員の太ももを触ったんじゃないかってことだった。客室乗務員は普通忍耐力がある。殴ったとしたら相当なことがあったのだろう。韓国人は嫌いだが、この問題に関しては真相が明らかになるまではコメントしない。真相がはっきりしてないのに同胞を疑うのが寄せよ。どうして何が起きても中国人が悪いことになるんだ。もっとも騒動が起きたからには双方に問題があるとは思うが。お年寄りが何をしたとしても、客室乗務員が乗客に手を挙げるべきではない。愚かな韓国人め。傲慢な韓国人。彼らの自信は一体どこから来るんだろう。悪いけど韓国人には偏見を持ってる。